はじめに、えー、登壇者の皆様から一言をいただいた後に質疑応答に移らせていただきます。それではまず稲葉監督からお願いいたします。まずはこのオリンピック関係者の皆様支えていただきました方々にまずは感謝を申し上げます。この選手たちと結束をし金メダルを取れたことに、 大変、えー、嬉しく思っております、えー、素晴らしい選手たちと野球がやられて本当に私は幸せに思います本当にありがとうございましたありがとうございます柳田選手お願いいたします、えー、金メダル取れて本当に良かったです、えー、チームのみんなと、えー、支えてくださった、えー、スタッフの方に感謝したいと思いますありがとうございました坂本選手お願いいたします まず金メダル取れて本当にホッとしていますいろんな方に感謝の気持ちを持ってこれからも野球に励んでいきたいなと思っています村上選手お願いいたします金メダル取れてすごく嬉しい気持ちですたくさんの方々に感謝の気持ちを伝えたいと思います本当にありがとうございました山田選手お願いいたします チームの勝利に貢献できるプレーができたので、よかったです。ホッとしています。貝選手、お願いいたします。金メダルを取ることができて、本当によかったと思います。たくさんの方の協力や支えがあってだと思います。本当に感謝しています。ありがとうございました。森下選手、お願いいたします。 本当に金メダルを取ることができて嬉しく思います。たくさんの方に感謝の気持ちを持ってこれからもやっていきたいと思います。ありがとうございました。山本選手お願いいたします。この素晴らしいチームの一員として金メダルを取れて本当に嬉しく思います。栗林選手お願いいたします。たくさんの方の応援のおかげで金メダルが取ることができました。ありがとうございました。 青柳選手お願いいたします金メダル取れて本当に嬉しいですこのメンバーに入れたことを誇りに思いこれからも頑張っていきたいと思います岩崎選手お願いいたします金メダル取ることができてほっとしていますたくさんの方々に感謝したいと思いますありがとうございました伊藤選手お願いいたします えー、金メダル取れて、えー、本当に嬉しく思っています、えー、これからも変わらずの姿勢で一生懸命やっていきたいと思います田中選手お願いいたします、えー、サムライジャパン選手、えー、コーチ、スタッフの方々が本当にこう結束して、えー、からこその、えー、結果だと思いますそして、まあ、グランドいやそれ以外のところでもこうたくさんの方々の、えー、サポートがあって えここまでこれだと思いますありがとうございました山崎選手お願いいたしますえ金メダル取れて本当に嬉しく思います、えー、感謝を忘れずにこれからも大好きな野球に向き合っていきたいと思いますありがとうございました千賀選手お願いいたしますえこの素晴らしいチームで金メダルが取れて本当に嬉しく思いますこれからも感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいなと思います 大野選手お願いいたします。このチームの一員になれたことを誇りに思います。ありがとうございました。平選手お願いいたします。えー、大会関係者の皆様、えー、ありがとうございました、えー。このチームで戦えたことを誇りに思います。以上です。梅野選手お願いいたします。 この素晴らしいチームの中でプレーさせていただきそして一番輝いているメダルを獲得できて非常に嬉しく思いますありがとうございました源田選手お願いいたします金メダルが取れて非常に嬉しいです支えてくれた方々ありがとうございました浅村選手お願いいたします、えー、たくさんの方々に感謝したいです えー、ありがとうございました菊池選手お願いいたします、えー、最高の思い出になりましたありがとうございました近藤選手お願いいたします、えー、最高のメンバーで金メダル取れたこと本当に嬉しく思っていますありがとうございました栗原選手お願いいたします、えー、本当に素晴らしい メンバーの中で野球ができて本当に、えー、嬉しく思いますありがとうございました吉田選手お願いいたします勘無量ですありがとうございました鈴木選手お願いいたします最高の仲間と金メダル取れて本当に嬉しい気持ちですそして野球の素晴らしさというものを世界の人に見てもらえたと思うので これからも一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございました。金子ヘッドコーチ兼打撃コーチお願いいたします、えー。最高のチームをサポートすることができて幸せでした。選手のみんな本当におめでとう。立山投手コーチお願いいたします。 えー、たくさんの方々の応援のおかげと選手たちの頑張りで、えー、獲得できた金メダルだと思います、えー、携われて本当に幸せでした、えー、ありがとうございました村田バッテリーコーチお願いいたします、えー、最高の選手ととも、えー、に戦えたことを、えー、誇りに思います、えー、最高の結果が出せてほっとしますありがとうございました岩田内野守備総類コーチお願いいたします え金メダルを取れたのも選手の頑張りがあったのことだと思います、えー、選手に本当に感謝したいと思いますありがとうございました清水外野守備総類コーチお願いいたします、はいえー、この24人を選びまして本当に良かったと思ってますそれで最高の結果出せました本当にありがとうございましたありがとうございました それでは質疑応答に移らせていただきます質問の際はこちらから指名させていただきますのでご所属、お名前、どなたへの質問かを明らかにされた上でご質問をお願いします。また、東京大会東京2020大会に関する内容以外のご質問はご遠慮ください。オンラインでご参加の方はチャットから選手団会見用登録 ID 番号ご所属、お名前、どなたへの質問かを記入し質問を送信ください。それではご質問ある方挙手をお願いいたします 真ん中の男性の方。ラジオ局の日本放送の遠藤と申します。本当にこの度はおめでとうございました。本当ありがとうございました。あの海選手に質問させていただきます。あの今回打率三割八分五厘ということでベストナにも選ばれました。で、さらにはあのセーフティースクイズでの得点シーンとかですね、さよならヒットですとか、そういった流れで言うと。 甲斐選手が本当に MVP だという方も多いしアメリカの選手の中でも甲斐さんはすごいというような意見もありましたけど甲斐さん自身は試合が終わった後苦しかったというのをおっしゃっておりましたけれども逆に我々こう見ているものからすると甲斐さん、持ってるなとうう思ったという,ような感じもするんですがさんいかがでしょう甲斐選手お願いででできますすしょうかそうかそね、あのー、自分1人では、えー、とてもじゃないですけど。 無理なので、あの本当チームで戦って全員で勝ち取った金メダルですし、えー、まあ、自分の結果というよりも本当にチームが勝てたということが一番んですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。じゃそのお隣の男性の方。 あの熊本日新聞の後藤といます、えっと、村上選手と甲斐選手、森下選手源田選手にお伺いしたいんですけれども、えっと、4名の方の,あの出身地の熊本と大分にとってはあの東京オリンピックを通じて初めてのメダル獲得ということで、えー、地元が相当盛り上がっております、えー、テレビの前で応援していただいたファンの方へのメッセージと,あとふるさとへの思いを、えー、聞かせていただきたいと思います。 それでは村上選手からお願いいたします。はい、えー、すごくはい光栄に思います。えー、まあの熊本は、えー、地震もあり、雨の災害もあり、いろいろ、えー、苦しい思いをしている方々が、えー、たくさんいると思いますけど、えー、少しでも、えー、勇気や感動、元気を与えられるようにと今大会も思ってましたし、これから先も。 えー、そういう思いで、えー、頑張っていきたいと思いますありがとうございます続きまして海選手お願いいたしますそうですねあの大分も災害があったり、えー、いろんなことがありましたけどまあ野球を通して、えー、勇気や元気を与え少しでも与えれればという思いで、えー、やりましたしまあ大分の出身の森下と源田と一緒に こういう舞台で野球ができたということはすごく僕自身嬉しいことだというふうに思いますありがとうございます森下選手お願いいたします決勝の舞台で海さんとこうバッテリー組んで本当に、えー、大分県人としては本当に、えー、いろんな人に勇気だったり感動を与えられたのかなというふうに思いますしやっぱりいろんな人が、えー、自分たちのことを 見てくれていたので本当に、えー、頑張ろうって思えていましたありがとうございます源田選手お願いいたしますはい。えー、まあ、常日頃から大分まで、えー、明るいニュースが届けばいいなと思って、えー、野球はやっていたので今後ともその気持ちでやっていきたいと思いますありがとうございました他にご質問いかがでしょうか 真ん中の後ろの白いその男性。そうですね、あの京都新聞の山田といいます。あの大野選手に質問です。えっと、まあ、えー、ノックアウト方式になって最初のアメリカ戦でですね、まあ,あの９回投げられたと思うんですけれども、あの時にこうどういう思いであのまあ、ねあの昨日ちょっとまあのメダル手に掲げているシーンとかもありましたけど、まあ、何を考えながら投げてたかっていうところとあとまあ,あの高校とか大学の えー、指導者の方に何かメッセージとかもらわれたかとかその辺のところを教えていただけたらと思います。大野選手お願いいたします。はい。えっ、ー、とまあどこで行くかっていうのはまあその試合試合で臨機応変に行くって言われたので、えー、常に準備をしていた中で9回に登板しました。なので特に緊張もすることなくえっ、ー、と海選手のリードに。 しっかり答えられたと思います。えっ、ー、とまあ京都、えー、離れてますけど、えー、その思いはしっかり自分の中にありますし、えっ、ー、と活躍を見てもらえたら嬉しいなと思いながら、えー、投げられていました。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。じゃ真ん中の黒い。 岐阜新聞の村井と申ししまますす、えー、菊池選手にお伺いしますあの最後の打球が飛んできた時の、えー、心境とあの稲葉監督に金メダルをかけた時の思いというのを、まあ、改めて聞かせていただきたいのと、えー、大学時代過ごしたあの中京学院大学の近藤監督や後輩たちもあの非常に喜んでおりますので、えー、監督や後輩たちに伝えたいことがあればょう言菊池選手、お願いいたします。 えー、最後は、まあ、飛んでくるとは思ってなかったんですけど僕のところに来て自分で踏みに行こうと思ったんですけど隼人がニコニコでベースカバーにここに投げろというような顔をしていたので、えー、渡しました、えー、また、あ、あ監督コーチたちにメダルがないということで、ねえー、少しでもこの、まあ、僕のでも いいのであれば監督にかけてあげたいなという思いで、えー、かけて写真を撮りました、えー。まあ僕体も小さいですし、えー、まあ岐阜の田舎っていうなかなか有名ではないところで、えー、プロに入りましたけれども諦めなければ必ず叶うと思いますので頑張ってほしいと思います。 ありがとうございました。続きましてチャットからの質問お願いします。読売新聞なるみさんお願いできますでしょうか。なるみさん。あ、はい。聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。えっと読売新聞のなるみと申します。えっと稲葉監督と坂本選手へあのご質問があります。えっと一時リーグがあの福島県からスタートし、あの坂本選手があの最終回に。 あの一打で決着をつけるなど接戦に勇気づけられた人たちも多いと思います、えっと改めてあの東北からスタートしたというところについての思いとあの球場がやってみてどうだったのかというのをお伺いいしたいですでは稲葉監督からお願いいたしま,す、はいえー、まず、えー、仙台の合宿から始まり、まあ、福島で1試合目ということで。まあ 復興ということで少しでも福島の皆様に何かをお届けできたらということで始まりました最高のグランドコンディションで人工芝も非常に良かったですしロッカーも綺麗でしたし素晴らしい球場で。 最後、ハヤトのサヨナラ勝ちというまた、ああいう試合があったからこそまたこういう金メダルというところにつながったと思いますし、まあ、本当に最高の場所で最高の皆さんと野球がやられたということに本当に感謝をしておりまますすありがとうございいい坂本選手お願いいたします。 えー、あの福島で初戦が始まってあのすごい初戦は大事だなっていう,ふうに思ってたんであの最高な綺麗なグラウンドであの福島の方にも何かいいものを届けたいと思ってあのスタートしたんであので結果的に僕は最後決めましたけどチーム全員であのつながった勝利だったと思うのであの本当にいいものを福島の人にも見せれたのかなっていうふうに思ってますありがとうございます。 他にご質問いかがでしょうか。右手の白いシャツの男性の方。すみません、NHK の杉です。稲葉監督にお伺いします。あの代表監督としての任期はまあ終えられると思うんですけども、あの東京オリンピック金メダルというまあ野球の歴史に名を残した、まあ、野球人としてのこう次なる夢だったり目標。 どういうふうに描いていらっしゃるか教えてください。稲場監督お願いいたします。えまあ非常に、えー、まあ選手たちスタッフ皆さんのおかげでいい経験をさせていただきました。まあこれからも野球界に少しでも貢献できるようにやっていきます。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。左手の、えー、後ろの紺色のベスト着てる男性。 サムライジャパンおっしゃるサイトの高木と申します稲葉監督にお尋ねしますプレミアテレビ部の松田選手のようにこうプレーだけでなくこう精神面での貢献が大きかった選手プレー以外の部分での貢献が大きかった選手はまあその印象的な出来事などありましたら教えていただければと思います稲葉監督お願いいたします、えー、そうですね青柳投手のハッピーバースデーは嬉しかったですね あのやはり、えー、ヤギも、まあえー、いつもとは違う場所で投げてもらったり、まあ、本当にタフなところで、まあ、投げてもらって、まあ、こちらも申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですけども、まあ、それでもチームのために何とかしたいそして私のバースデーで、えー、歌を歌ってくれる <laughs>、まあ、そういう思いというのが非常に嬉しかったですしまた栗原選手も まあ、胸もそうですけども、あみんながこう若い選手が非常に声を出して盛り上げてくれるという、まあ、そういう本当にいいチームが出来上がったのかなというふうに思っております、またあ坂本選手であったり、田中選手であったり、木池選手であったり、まあ、ギータもそうですけども、雄大も、まあ、非常にこうベテランと言われる選手たちが非常にまとまってくれて、まあ、若い選手とベテランの融合チーム、最高のチームが作れたと思います。 ありがとうございました他にご質問いかがでしょうかそろそろお時間の限りあと一2問でお願いしますじゃあ右手の女性のおめでとうございます簡単にお伺いしたいと思います今回日本という この地で正式競技としして優勝なされましたそれからアメリカもともと野球発の地ですけれどもここで日本が今回優勝したことについてどう思われますか稲葉監督へのご質問ということでよろしいですかオリンピックの野球が復活して、えー、ここの金メダルを取るということがわれわれ野球界にとって まあ今野球の競技人,人口が減少しています、まあ、そういう中でも一つのきっかけになってくれればいいなという,ふうに思いましたしまた世界にこの日本の野球というものを見せてこの強さというものをまあ見せていきたいなという思いがありましたので、まあ、そういう中でもまあ金メダルが取れたということで、まあ、少しでもそういう野球をやってくれるあの子どもも大人もそうですけども、まあ、そういう方が増えてくれればいいなという,ふうに思っています。 ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいですか。それでは以上で記者会見質疑応答を終了させていただきます。選手の皆様、野球チームの今後ますますのご活躍を記念いたします。